今回、ノコノココーラシンバルなどを装備していないのはなぜかという質問が多数出ておりますが、その件に関して説明をお願いできますか？存在に気づいてないからですね。新しいマリオは、ド天然。ノコノココーラってワイン側でもらってるそうだ。あれって装備するものだったんですか？なんか大事なアイテムなのかと。あとバッチーパンツもブカティにあるとか。ちょっと今回は先に進めてしまっているので、後半の方で購入しに行こうと思います。これからもこんな調子で進みますので、ご了承ください。おーおーい、カブトムシくん、逃げるなー、待ってくれー。ウッチー様のお家で遊ばないか。その通り、無駄な抵抗はやめて降りてこい。ウッチー様と仲良しになるべきだ。そういうことだ。すぐに降りてくるべきだ。なんだか騒がしいな。カブ太郎くん。カブトムシに変な名前つけんな。もうなんなんだよ君、邪魔だよ。すみません。お前何も悪いことしてないんだから謝んな。はぁ、一体何だったんでしょう。あれ、カブ吉くん。カブ太郎じゃなかったのかよ。カブ太郎くんマフィアに追われるようなことでもしたの？やや、見つけたぞ。このカブトムシはウッチー様にプレゼントされるところのものなのだぞ。その通り、無駄な抵抗はやめて、カブトムシを我々によこすべきだ。そういうことだ。もし渡さないとウッチータワーに来ても遊んであげないぞ。情報量ありすぎて。そもそもウッチー様は、カブトムシが大大大好き。しかし今は忙しいのだ。その通り、空から娘さんが降ってきたから一緒に遊んであげているのだ。だから我々がウッチー様の代わりにカブトムシを捕まえるべきなのだ。情報量が。さあ、渡せ。我々によこすべきだ。ちょうだい。逃げて、カブ太郎くん。やや、また飛んだぞ。逃げちゃうぞ、追いかけるべきだ。さあ、お逃げ、捕まるんじゃないぞー。一体何だったんだ、あいつらは。ウッチータワーとか言ってたか？まあ、行ってみますか。ウッチータワー、どう考えてもネズミーランドと関係がありそうだ。ねえよ。あれ？こんなところに。いらっしゃいませ、ここはお店屋さんです。比較開始はいかがですか？はいはい、くださいな。比較開始は花火と交換します。またどうぞ。花火手に入れたらまた来ような。ここがウッチータワーか。ウッチーとかいうやつはこんな立派な家があって、我が輩は宿なし。隣には助けを待つフラン、そして立ち向かってくるクロノ。あの頃に戻りたい。霊夢、お前何やってんだよ。え？あれは。クロノ。まずい、バレる、むむむ。元気にしてたか。何言ってるんだ、イバレ。貴様、こんなところになぜいるのだ。フランが我が輩の城で助けを待っている、としたら、きっと今頃泣いておるぞ。泣いていたのは霊夢さんなのでは？は？何言ってんだおめえ。私は涙でニュートンのゆりかごができるかチャレンジしていたところだわ。できるわけねえだろ。いない。あれ、なんかニュートンのゆりかごとかって。今我が輩がどうのこうのって。まさか霊夢が助けに来てくれたのか。嘘ー、匠じゃない。ここ退屈で仕方がなかったんだよな。匠ー、私はここだよー。匠、クロノ。今の声はフランめ、逃げ出したと思ったらここにおったのか。さて、それでは我が輩は城に帰るとするか。フランも後で帰ってくるように。どけ。ひー。帰ってもダンボールハウスしかないぞ。うるさい。霊夢さん、城がないことなんてみんなにもうバレてるのに。あれ？ここ鍵がかかってますね。ピッキングのプロでも呼ぶか。なんでそういう知り合いいるんですか？どうした？もしかして扉が開かないとか？そうなんですよ。困りましたね。おーい。なんだ？やっぱり我が輩も連れて行って、じゃなかった。飛んだ吹っ飛んだー。ガハハ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 ハ。面白くねえよ。困ってるようだな、クロノ。我が輩にかかればこんなもの。ダイナミック会場。いや、ダイナミックすぎるだろ。いや、そんなドヤ顔で見られても。なんだこのやべえやつみたいな目で見るな。どっきゃー。なんと、さすが我が輩、鍵のトラブルも解決。おや、待てよ。もしやこれでこの中に入れるようになったのではないか。すごいな、優秀だな。おいは、これほどのパワー、味方に一人いると実に助かる。と思ってるな。そうか、仕方ない。お前らがそんなに言うなら、特別大サービスとして、我が輩のクッパ軍団に君たちを入れてやろう。遠慮はいらんが感謝はいる。僕たちは、クッパ軍団に入れてもらった。そういうことにしておこう。こうして、急ではありますが、クッパが仲間になったのだ。私、ウッチーと一緒に写真撮りたーい。お前少しはクッパらしくしろよ。ウッチーはマスコットキャラクターじゃねえからな。大人一人とモフモフ一人と、人形一人と怪物一人です。いらっしゃいませ、ウッチー様は結婚の準備のためお会いできません。手直していただくか、さもなければ力ずくで絶対までお登りください。で、戦いが始まっちゃうの？ガハハハハハ、我が輩が入ったからにはもう大丈夫。私がいないのですが。お前入れ替える方法カットしてたけど動画外で説明受けてただろ。僕が変われれば変わったのですが。聞いたことないよ。主人公不在のパーティー。俺とマリサちゃんは二人で一人、一心同体だからな。おや、お前いつの間に加入してんだよ。てかそれじゃあ私が入る隙間がねえじゃねえか。お願いしますって、私いい仕事しますから。こんな泣き虫なくパワーやだ。私が変わってやってもいいぜ。マリちゃん、どうしたの？
頭にナマコ乗せて全言撤回するわ。ごめんて、焼きそばパンも買ってくるし靴も舐めますから、そこまでせんでいいわ。ていうかマジで普通におやつよいな。いやこれはきっとそのみんなが言ってた防具とかを身につけてないからであって。僕はアイテム使用係なんで。お前主役だろ、もっとしっかりしろよ。ふう、そろそろシャワーでも浴びるか。こんなところでシャワーを浴びるなんて。黒のがシンプルに間違ったー。マリサさん、僕臭かったですかね。違うんだ、決してそういうことではないんだ。草屋みたいな匂いがしました。お前は嘘を言うな。確実にお前よりはうちらの方がシャワー浴びてるから。我が輩は宿なし。いや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 、なんでもない。川の水で水浴びしとったわ。だからタケノコだって。いや、キノコだね。なんかタケノコかキノコでもめてるので、そっとしておきますか。耳に入れるならどっちっていう言い争いですよね。違うと思う。あれ、これ全然爆弾が飛んでくれないんですけど。もっと高いところから飛び降りるんじゃないのか。頭脳派な俺にマリサちゃんも惚れ直してるだろうな。そういうことを口で言っちゃうのかな。じゃあ高いところに登って降りてくることにしましょう。エレベーターないの？ここお前一番体力ありそうなんだから頑張れよ。あ、ウッチーさん、ウッチーさん、どこ行ったのかな。お待ちください、旅のお方。お、なんだなんだ、ウッチータワーのパレードか。まさか、お前らとここで会うとはな。何？誰かの知り合い？ウッチータだよ。誰？私はウッチー、そしてここはウッチータワー。あなたは、クロノにそっくりですな。俺は、あまりクロノと絡んだことがない。実は先日、空からドアノブカバー娘が降ってきて、困り果てているのでございます。そういった理由により、おもてなしは不可能に近い。勝手に遊んでいってくださいな。さようなら、旅のお方。ドアノブカバー娘って絶対フランだろ。土田って誰？土田だよ、リクエスト多数だったので転生してみたが、まさかこんなバカなやつだったとは。待って、持田さん。土田だって言ってんだろ。いや、内田いなくなってんぞ。しかもこんなところにフラワーカプセルが。とここで霊夢がダダをこねたので、私と交代することになった。ガハハ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 ハ、それでこそグッパ軍団、我が輩がいないと始まらないですからな。あ、ウッチーさん、こっちから先回りしちゃおう。先回りどころかなんだここ。ああ。ここに繋がってたんですね。やはり俺の読みは正しかったようだな。そろそろ頼むよ、風呂敷くん誰だよ。いっけー。おー。うわー。やった。何かを手に入れたぞ。ムラムラするハンマー？そんなデバフがつきそうなハンマー嫌だわ。あー。おいクロノ、ここで気絶はダメだぞ。危ない危ない、僕新しい武器を手に入れましたよ。ダメージに、とてもムラのあるハンマーです。ゼロか100かみたいな。ムラありすぎだろ。ムラムラするハンマーだったらマリサちゃんに持たせて。あ、おまわりさんですか。イガダミの方角からすごい音がしましたよ。何か変わってるかもしれないんで、ちょっと行ってきていいです。今から後にしようや。大丈夫？ここの主人公自由すぎない？天然なだけなんだ。え、うわー。どうしたクロノ。僕、チラドットになっちゃいましたー。すげー。僕夢だったんですよ、ドットマリオになるのが。独特すぎない？お前の夢。え、もう時間大変、魔法が切れちゃう。シンデレラかよ、お前。ゲームオーバー。はぁ、あ、夢のような時間は終わったのですね。そんなことよりウッチーさんだ。古いご先祖様から順番に挨拶しておけ。なんだこれ、ウッチー一族か。鍵が必要みたいですね。まずはショベルカー田中と、それ内田の兄弟じゃなかった？先祖じゃないだろ。しかもなんか間違ってたっぽいですね。ガハハハハハハ、田川が灰の力を見せる時が来たよ。お前強すぎだろ。私より目立つな。僕の新しいハンマーの強さも見てみて、すっごい強くなった。僕こんなに強くなっちゃっていいんですか？ダメだよ、だって私の活躍が見せられなかったじゃないか。そんな理由、これはわかんないので行きますか。ハハハハーン、ハハハハハーン、ハハハーン。本日も、快適な乗り心地、自慢の機関車部地96。ハン。いや俺こんなバカっぽいキャラ嫌だって。似合ってるがな。ふと下を見ればこんなところに先ほどの旅のお方、こんな上まで登ってこれる強靭な足腰をお持ちか。あは、すごいすごい、武器の神さんになる娘が匠助けてという不気味な呪文を唱えている。その意味が理解できぬ今日この頃。もし匠助けてという意味だと仮定すれば、あなたがクロノだというそんな気がしてならない。故にこれでもいただけ。俺はクロノとほとんど絡んだことがない。故にクロノがどんなやつなのか知らないのだ。爆弾が降ってきてるぞ。ねえ、そこ顔はめできるんじゃないです？逃げられてしまったのか。逃げられてしまったのだ。僕は今多分悲しい。こんな時にふさわしい顔は。ロットコみたいな顔すればいいと思うよ。あ、思い出した。こうだ。うわー、いや俺こんなキャラじゃねえんだって。つい、逃げてきてしまった。フランさーん、今行きますから。さっきの、絶対顔はめできたような気がする。まだ行ってんの？うん、なんだこの部屋。フランさん人形、フランさんの人形で遊ぶなんて、うっちー、結構ヤバいやつなんじゃないのか。あ、フランさん、たくみ、え？しかもマリサの親もいる。たくみ、ついに、来てくれたのね。寂しかった。でもね、フランさん、今助けます。あれ？開かないでしょ？この扉はウッチーの呪文がないと開かないみたいなの。どうする？またレイムさんのダイナミック会場で開けるか？あれは一日一回までですの。はーん、はーん、はーん。まずい。ウッチーさんが来ちゃう。ウッチーが来たんだな。はい。急いでどこかに隠れて、ウッチーが扉を開けるのを待って、見つからないでね。どこか隠れる場所。そこのカーテンの裏に隠れろ。そうですね。今はここしかなさそうです。カーテンの隙間なら動けるし、見つかりそうになったら動いてなんとかしろ。くれぐれもウッチーに見つからないようにしてくださいね。来た。静かにしろって、聞こえるだろ。やばい、おならしたくなってきた。このほぼ密室状態でそれはやめてくれ。ウッチー様、カブトムシはいいですから。
か、あれもしかしてカブ太郎？すまぬ。さて、天空から花嫁が降ってきた今日この頃。結婚をするべきだと思うのだが、いかがだろう諸君、何か言え。ウッチー様、結婚するなら、結婚式をするべきかもしれませんよ。ははーん、この際結婚はどうでもいいが、結婚式は興味深い。あ、興味深い、故にするべきかもしれない、どうやるんだか？結婚式場で、美味しいケーキを食べればバッチリオッケーでございます。意外に難しいな、脳裏に不安がよぎる、練習をするべきだ。人形を使ってする、今すぐする。なんか結婚とか言ってるけど？それでは、これより結婚式の練習をします。花嫁とウッチー様、幸せそうな顔を心がけて歩いてみてください。こうか？無表情、マリサさん、聞こえますよ。おっとつい。待て、この辺で間違いなくあの黒野が邪魔しに来るはずだ。そこの段取りもきちんとやるべきだ、黒野人形を探せ。ちょっと待ったってやつですね、あれ生で見てみたかったんだよ。ありません。バカモン。ありませんの一言で納得するような食生活は送っておらん。俺はこう見えて魚が好きだ。カーテンの中もちゃんと見るべきだ。一号、お前が調べるべきだ。え、カーテンの中って？まずい、黒野、足が見えてるって。受け、って無理ですよ、僕普通の人間ですよ。はぁ、助かった。ていうか黒の人形は上にありますって。おい、まだ終わってないみたいだぞ。おお、とっと、危ない。なんだ、これなら余裕で逃げ切れそうですね。開けたところをもう一度開けるとは思えない。開けた場所に移動し続ければ回避できる。まあ、タズノウハが出ちゃったかな。なんやかんやで成功。ないです、の一言で片付けてしまうのはたやすい。あ、たやすい、二号、貴様も調べるべきだ。人が変わったってどうせ見つけられないだろ。いや、二人同時は聞いてないのよ。俺は山田というやつが好きなんだが。なんか急に語り出した。山田俺に構ってくんないから、ドアノブカバー娘と結婚してやるんだ。そんな理由で結婚しようとしてるなんて。夫危ないじゃないか。てかこいつら同じところ何回も開けて可愛すぎかよ。いないな。え？あ、いや今のは違って。事故？事故だよ事故。こっちにしよう。なんか恋が始まりそうな予感では。そしてなんやかんやクリア。見つからない。見つからないの一言で諦めたら、3号の出番がなくなってしまう。3号、てめえも調べるべきだ。けど、探してた恋は見つかったかもしれない。うまいこと言うんじゃねえよ。てか3人って、もう一箇所しか逃げ場ないじゃないですか。あ、やっぱこっち。いや、フェイントかけてくる。でもちゃんと逃げられるように順に開けてくれてますよ。こいつら、見つける気ないだろ。どこだ。もう見つけられないよお前らには。待て。さっきから言おうと思っていたのだが、僕も参加したい。え？ということは、まずい、終わった。おい、見つけたぞ、黒の人形。はぁ、もう終わり？黒の人形、もしかして僕のこと見えてないのかな？そんなことある？あんな高いところにあっては取れぬ、故に悲しみが襲ってきた。こういう時、僕はどうするべきなのだ？泣いたら、いいと思います。なるほど。それでは、泣くことにする。わーん。どうしよう。ウッチー様が泣いておられる。困った。いや、お前らが泣けって言ったんだろうが、取ってあげた方がいいですかね？この人形。そうしないと先に進めなさそうだしな。どうぞ。クロノ、お前優しすぎんだろ。お、どこのどなたか存じませんが、見つけてくれてありがとう。多分、お礼をすべきだと私は考えたので、これもらえ。ウッチーのお守りをもらいました。呪われそう。あなたに、幸せが訪れますように。練習は中止する、もう我慢できん、本当の結婚を開始する。それはそれで困るんですが。呪文を言うぞ。お見嫁。なんでだよ。あれ？こいつ黒野じゃなかったっけ？ま、いいか、いいんだ。そんなことよりこのままジャフランさんとウッチーさんの結婚式が始まってしまいます。ちょーっと待ったー。残念なお知らせだが、もうフランはいないわ。せっかくかっこよく叫んだのに。待ちなよ。せっかく来たんだから、もっと遊んでいきなよ。俺たちと一緒にさー。ちょっと、今それどころじゃないんですよ。邪魔しないでくださいよ。まあまあ、これで私の実力をお見せできるってなもんですよ。武器なし防具なしでそこまで。武器なんて長いもで十分。ネッパネバにしてやるわ。僕もムラムラハンマーで応戦しますよ。黒の、名前違う。やめろ、耳キーになるわ。ああ、俺はなんて。まずい、沈黙でユータさんがネガティブに。こんなにかっこいいのか。この人ネガティブにほど遠い人だったわ。我が輩の平手打ち。素手であの強さ。すげえ。そう褒めるな。まあ、後でサインぐらいはしてやる。はぁ、言い切ったな。オークションで高値で取引されることだろう。売る前提でいいの？それ、ゴミ箱行きだろ。あんなん。何を。弟よ、俺たちの曲名を見せてやるぞ。プッププー。何？どういう表現なの？プッププーって、霊夢、そこにはあまり触れんな。そうだぞ。恥ずかしくなってきたじゃないか。ほら、言ったはいいけど恥ずかしくなってきてるじゃねえか。自分が言ったことに自信持てよ。お前が最初にプッププーに疑問持ったんだろ。てかマリサさんがいないと、回復する人がいませんね。まあそこは治癒の力で何とかしてもらって。ねえよそんな能力。あ、マリサちゃんがいないから俺の攻撃力普段の半分になっちまってるし。嘘言わないでくださいよ。十分強いです。おやさーん。ガタガタ騒ぐな。あんたが一番ガタガタしてるよ。スーパーキノコでもいただくとするか。あ、それ貴重だから取っておいたのに。当たりでもう一個出たからいいだろう。チーム内で揉めない。方向性の違いで、私たち解散します。そんなミュージシャンみたいな理由で、僕もウヒ
禁止なんでいきますか。3人はさ、ついでに体力の回復もしてくれたら助かるなーなんて。大家さん、お願いします。任せろ。終点部、マガジンショーっと。あ、すみません、ネーミングダサいんで別ので。ダメ出ししてくんな。うわ。どうした兄ちゃん、兄ちゃーん。あれ兄ちゃんだったの。てか僕の体力回復してない。なんで3人技で回復できると思った。ちょっとついでに回復もしてくれてもいいかなーって。そんな都合よくはいかない。ちょっと今回復したばっかりなんですから。このクッパ軍団は防御の時のアクションコマンドに弱い。すごーく弱い。3回は攻撃受けないとタイミングつかめないんですよね。死んじまうよ。大丈夫です。僕がサンドバッグになるんで。お前マジで主役向いてねーって。なんか睡眠薬を盛られたようだ。こえー、こいつの攻撃方向睡眠薬盛られるぞ。それはよろしくない攻撃方法ですね。ということで霊夢さんキノコです。お前本当にアイテム使用係が定着してんな。おい、寝てる奴にそれはひどすぎるだろ。いや、おかげで目が覚めた。寝起きのダメージ100。まったく、いい夢見てたのに起こしやがって。いやいや、起きないとこテンパンにされてましたって。えへーえへへ。お前見てた夢思い出してよだれ垂らしてんじゃねえ。まあ、どんな夢だったかは大体想像つきますね。あれ、なんか意外とあっさり倒せちゃったな。我が輩のおかげだろうな。じゃあ、フランさんを追いかけましょう。フランさーん。ジーン。足裏ジーンとしてる場合じゃないだろ。フランさん、どこ行っちゃったんですか。さあ、ドアノブカバー、俺と一緒に結婚式を挙げよう。やめろ、お前うちだろ。目下ろしてよ、お願い、私を離せ。ん、なんだ、むむ、花嫁の姿が見えぬ。バカだろ、お前。簿記もかくれんぼすべきなのか。いやー、かくれんぼなんてしたくないー。なんだ、しないのか、では予定通り結婚式をする。この坂道を登れば結婚式場で、美味しいケーキが簿記の到着を待っている。故に今すぐ行く。いやー、結婚式もしたくない。お願い、私を離せー。フランさーん。キャー、たくみ、お願い、助けてー。うざ、クロノ、しまった。ここも練習しておくべきだった。どうする？どうしたらいい？クロノ、お前がここで登場するのは簿記の予定に入っていない。故にルールを決めるべきだと考えたので、今から来て。今から結婚式場までのひととき、かけっこをして過ごすのだが、クロノは簿記を捕まえてはいけない。では、今からやる。フランさんを捕まえればいいんです。見てー、先行き不安なんですけど。クロノは左右にしか動けず、障害物の上に乗った勢いでフランにタッチすることができる。だがしかし、フランにタッチしてもフラワーがもらえるだけである。おいクロノ、障害物避けてどうすんだよ。乗るんだよ、上に。フランさん、僕の手に捕まって。近づくなと言っただろ。ダメだ、近づくことすら許されない。クロノ、好きな女のために本気出せ。うおー、あと少し、もう少し。いやでもこれ上下には進めない。障害物、カモン。あ、どんどん離れていく。フランとクロノの関係を表しているのか。どんどん離れていってしまう。お前嫌なこと言うなや。山田連れてきて、私と交代させよう。山田は今日から新シーズンが始まったスプラに夢中なんで。楽しい。スプラと私の結婚式どっちが大事なのよ。スプラって言いそう。てか奥にクッパ城が見えますよ。そんなん見てる余裕ないでしょうが。そうだそうだ、見るな。断じて我が輩の城が乗っ取られたりなどしておらん。え、でも剣が刺さってますけど。新たにオブジェをつけたのだ。ガハハハハハハハ。みんな知ってるんだけどな。よし、僕だって本気になれば。あれ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 、僕だって本気だってところ。あれ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 。ダメだこいつ。匠の下手くそー。そんなーもう障害物が来ない。フラワーが2個増えた。新しいマリオは、土天然。いやー、気になって戻ってきちゃいました。いや何してんのよ、結婚式上がっちゃうぞ。大丈夫です、僕フランさんのこと信じてますから。そういうことじゃなくて、無理やり上げられちゃうって言ってんの。え、そうなんですか。でも、婚姻届には証人も必要だし。こっちの世界ではそういう細かいしきたりはないの。あ、ご先祖ルームの鍵を手に入れましたよ。大丈夫？この人。え？なんかワンワンがいる。もしかしてすっぽい強い敵なんじゃ。でもそういう敵って、勝つとすっぽいお宝がもらえたりとか。うわぁ、噛まないで。お前は、霊夢さん、知り合いですか？あのワンワン、心が通じ合っているようだ。お前、こんなところにいたのか。おお、よし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 。クロノ、この子が恥ずかしがっている。ちょっと向こうを向いてろ。あ、はい。いいぞ。聞けばこの子は、ウッチーに噛みついて、閉じ込められたらしい、そこで。我が輩と一緒に暴れたいそうだ。ガハハハハハハハ。すごい。あいつぐらいだな。ワンワンをあんなにおとなしく扱えるのは。まさかの武器だった。そしてこの後、顔はめした。カブ太郎、逃がしてあげたくて戻ってきたけど、ここ、開けられないみたい。この土管から入れればいいんだけど。小さくなって入るしかないな。スモールライトを募集します。ドラえもんにでも頼むんだな。そしてこの後、部下ティに戻って、全員でバッチリパンツを装備した。バッチリパンツ汚ーい。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。